日本東京都文京区本駒米本駒米は東京都文京区の町名。現行行政地名は本駒米1丁目から本駒米6丁目。郵便番号は113-0021。本駒米は文京区の北側に位置し、江戸時代初版の下屋敷や武家屋敷が置かれたことから、明治時代以降に生肝在海人の邸宅が建つ地域となった。このため、 今でも山手線内の高級住宅街として知られている。また、駒込富士神社や駒込高志祖神社、武蔵野市の吉祥寺のルーツである諏訪山吉祥寺をはじめとして由緒ある寺社が数多く点在し、東京の都心にありながら緑地に富んでいる。東京メトロ南北線の駅名で使用されているために知名度がある。九白山通りと本郷通り。 シノバ通りが交差する上藤前交差点を一体とするエリア。JR 山手線、駒込駅、東京メトロ、本駒込駅が最寄り駅となる。本駒込を代表する名称の陸義園は、徳川五代将軍、徳川綱吉の側用人、柳沢義康の下屋敷に義康自らが和歌の世界を庭園で表現しようと設計した庭園と言われている。明治期に、 岩崎八太郎が購入し、後に東京都へ寄贈。しだれ桜でも有名。ライトアップされた景観は圧倒的。周辺の本駒込6丁目は大和京というと内屈氏の住宅街がある。初代名誉校長に若月玲次郎が就任。また正田道子が双葉学園受験のため、田原幸太郎の旧宅に移り住んだことでも知られている。 衆議院議員の鳩山国夫も居住していた。市の通り沿いにはオフィス棟と住宅棟を用した文京グリーンコートが1998年に完成。商業施設、飲食店なども整備され、東京都心の利便性を保ちつつ、歴史や自然が残されている。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、 本駒込1の20の13の地点で147万円、平方メートルとなっている。駒込片町、駒込明坊野町、駒込藤前町、駒込城藤前町、駒込吉祥寺町、駒込浅霞町、駒込道坂町、駒込新明町、小石川加護町などが合併されて誕生。 古くからの駒込が、豊島区と文京区とに分断されており、旧本郷区にあった。この地は、本郷の駒込ということで、住居表示実施に伴う、町名変更の際に本駒込となった。本駒込五丁目と都市幕駒込一丁目との境で、発見された駒込一丁目遺跡からは、弥生時代後期の遺跡が発見されている。これまで20件を超える、 縦穴式住居が発掘されている。同じく、本駒込5丁目の駒込富士神社の境内にある、駒込富士は、前方後円墳の古墳と言われている。全国古墳編練修正では500年代末の前方後円墳とされている。本駒込3丁目の銅座解析は、縄文時代の遺跡の上に、江戸時代の遺構が発見された珍しい場所である。縄文遺跡は、 縄文中期の住居跡届きだった。近くの西ヶ原でも、旧石器時代の出土品や縄文時代の集落跡が見つかっている。江戸時代の遺跡は、八大将軍、徳川吉宗の鷹城の屋敷跡だった。現、都立駒込病院には、道坂貝塚記念碑がある。本駒込及び文京、豊島周辺エリアは、東京圏の歴史学上 非常に興味深いエリアとも言える。駒込は、日本穂高がその昔、遠い征伐の折、この界隈から軍馬を集めたところ、立ちどころに戦闘以上の軍馬が集まり、この様を見て、駒込みたりと評され、祖山から水山を、駒込林と唱えたことから農民が住むようになり、駒込村となるとの説があり、ルーツは、日本の歴史の原点まで遡る。 本郷通りは、江戸時代、日光五条道とも呼ばれ、徳川将軍家が日光島将軍に参拝する道として決められていた。本郷通りと上藤前交差点で交わる、忍ばず通りが開通したのは、明治以降。本駒込三丁目には、明暦の大化と江戸大化によって移転してきた諏訪山吉祥寺があり、武蔵野市の吉祥寺の由来である。現在の吉祥寺は、 諏訪山吉祥寺の門前で商売をしていた商人たちが武蔵野へ移り住んで起こした町で、吉祥寺には寺が存在しない。幕末に幕臣として最後まで抵抗を続け、その後新政府の外交官、閣僚を歴任した榎本武明の墓がある。江戸時代にかけた場所は、旗本の本郷団子神の屋敷跡で、1869年に維新の三欠、 木戸高吉が別宅とした。木戸が晩年病になる養生しているところへ、明治天皇が二度にわたって見舞っている。戦前までは小尺に指定され、行行の石踏みがある。付近には木戸坂という坂がある。今の町が形成された江戸、明治から時代を遡ってみると、駒込の地名は多数歴史に登場している。駒込には富士港、高城屋敷、 名産の駒込なすがあり、江戸っ子の間で、駒込は、一富士に高三なすと縁起の良い土地として語られた。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地内に鉄道駅はないが、本駒込駅、駒込駅、菅も駅、仙国駅が利用できる。 ありがとうございます。